東京都から来てくれました戸越銀次郎とスパンキーです。お願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは。何度も何度もすいません、石田洋介です。はい、この時間はスパンキーパーセント戸越銀次郎の PR タイムということで、なぜか私が原稿を持たされております。真で読まさせていただきますけども、じゃあまず戸越銀次郎から紹介しますね。皆さん、戸越銀次郎の初めて会ったって人、あ、結構初めましての方が多いですね。あの銀ちゃん、あの初めましての方多いから、あの失礼のないようにね。ね、じゃあ読むよ、読むよ、いい？表情が変わらないんだよね、ちょっと緊張してるのかな。いいですか。じゃあ、戸越銀次郎と申します。東京都品川区にある 1.3 キロにわたる長い商店街、戸越銀座商店街のマスコットキャラクターでございます。野良猫時代に商店街を散歩していたところスカウトされ、2004年、あ、結構古いですね、2004年8月29日にデビューいたしました。ね、なかなかの12年もう経ってんの。本当にね、長生きだね、猫のくせにね。まあいいや、誕生日は元野良猫のためわからないそうです。年齢はうっかりしていて覚えていないため不明。ずいぶん、まあいいや。性別は男の子です。職業は家事手伝い。まあね、そうよね。ニックネームは銀ちゃんです。はい、銀ちゃん、ほら、あ、銀ちゃんって呼んでるよみんな。銀ちゃん、ほらほらほらね、愛想がいいでしょね、野良猫時代に培いましたね、このね、愛想ね。よくトラやキツネに間違われますが、星猫という種類の猫で、頭の星ありますね、頭の星に手のひらを、手のひらの肉球、あ、そうか、頭の星や手のひらの肉球見せて、はい、肉球を触ると彼氏ができたとか宝くじが当たったとかハッピーになれると言われておりますので、皆さん、あの銀ちゃんを見つけたら頭の星か肉球を触ってください。はい、スパンキーパイセンはね、いや、触っとかなきゃいけないからね、もういろんな不幸がね降りかかってるからね。はい、現在は商店街のお手伝いをする傍らで、先ほどもライブさせていただきましたけども、ロックバンド GCB47 でキーボードを担当します。イエーイ。だってほら、僕のお尻を触ってる場合じゃないからね。今も今日なんかピアニカ持ってますけど、これなんか弾いてくれるの。ラーメン食べたかったのね。はい、キャラクターボイス、あ、ちなみにね、あの声があるんですよ、銀ちゃん。まあ声があるって、まあ説明の仕方がめんどくさいな。キャラクターボイス担当は声優の足立真理さんが担当しております。今日はね、足立さんいらっしゃらないので喋れませんけども、はい、いつもは可愛い声で喋っております、戸越銀次郎です。よろしくお願いします。はい、じゃあいい、もうそろそろ銀ちゃん、あのパイセンが暇そうなので、はい、じゃあこちらのね、さっきね、あの袖でこの人は猫なの狐なの、あの聞かれましたけども、犬ですと答えましたら、あ、犬なんですね、犬なんです。はい、本名はシュピーゲル・ド・スパンキー3世。へえ。年齢は永遠の思春期。地球デビューが2000年12月29日と、ご当地キャラクターの中では比較的早いため、先輩の業界用語であるパイセンやおじしちゃんと呼ばれております。特技はギター演奏、ピアニカの早弾きも得意でしたが、最近は弟の銀ちゃんの方が圧倒的に上手くなりました。最近の趣味はナーフ集めでございます。2016年10月大崎で行われたご当地キャラクターナーフ大会で優勝し、犬山ママに
何普通に飼ってるの、いつも遊んでるんだから飼って当たり前でしょと怒られております。宇宙のどこかにある電磁星から来た電磁犬という名の犬であります。太陽系を股にかける宇宙快速でしたが、地球で空き缶のポイ捨てをして捕まり、友達を1億人作らないと故郷に帰れないということになってしまいました。もともとキャラクターデザインをした犬山明彦氏の家の居候でしたが、弟の戸越銀次郎と似すぎているため、ドンファンのいる、ドンファンどっかにいらっしゃいます、今日来てますね、ドンファンのいる大阪の劇団に身を隠しておる時期がありました。2012年、銀ちゃんの知名度が上がったため犬山家居候に戻りましたが、ニートで暇だったため家でギターの練習をしていたらGCB47 に誘ってもらい途中加入。その後大崎の百端坂町吉という事務所のキャラクターに就任しますが、事務所閉鎖により GCB 以外では再び居候に戻っております。しかし現在は大崎キャラクター振興協会という謎の組織のキャラクターを務めております。キャラクターボイスはディスクウォーズアベンジャーズのキャプテンアメリカ、龍が如くの錦山などを担当している中谷和弘さんでございます。以上がスパンキーの悲しい歴史でございました。ご清聴ありがとうございました。パイセン、もう気が済みましたか？いろいろ装填してますけども、もう名残はありませんか？打ち残したものがあればもう全部打ち尽くしちゃっていただいて構いませんよ。届いてないですね。はい、ナーフ祭りですよ、ナーフ祭り。はい、気をつけてください、飛びますよ。あ、新しいおもちゃが、それどうやって遊ぶんですか？あ、なんか飛んできた。ナーフと共にあれ。あ、なんかね、書いてあるんですよ、たまに。皆さん、こっちでいいの？こっちか。たまにね、いちいちなんか書いてあるので拾ってあげてください。決して落ちてましたよって途中で返しに来なくていいです。間違いまくりじゃないか。はい、いいですか？あ、気が済みましたか？ご清聴ありがとうございました。戸越銀次郎とスパンキーでした。はい、ありがとうございました。矢城、お願いいたします。秋田から来た矢城です。いろいろと PR タイムを丸投げされ続けております石田洋介です。キラリンやっぱげ、あれ違った、歌詞ができそう。みんなで歌おう。手と手をつなげばにゃっぱげ、みんな笑顔だよ、ほらね。テクテクお散歩した、あれ間違った。この道行こうよ、パクパクおやつを食べたら、空からニャグゴ降ってきた。もう誰もにゃかせない、お尻ふりふり変身、仮面だにゃっぱげ、ベルトがキラリンにゃっぱげ、手と手をつなげばにゃっぱげ、みんな笑顔だよ、ほらね。ありがとうございました。
きなり歌から始まりましたけども、特に今回は原稿をもらっておりませんので、僕の知ってる限りの矢次郎のプロフィールをお伝えしますと、秋田県秋田市からやってまいりました猫でございます。ベルトが光るとニャマハゲ仮面ニャッパゲというものに変身するそうですが、僕はまだ変身したところを一度も見たことがございません。変身したことは、最後に変身したのはいつなんですか。あれはあれはね忘れちゃった、忘れちゃったみたいです。今日は特に何も小道具持ってませんけども、いつもはね、GCB47 というバンドで先ほどライブやりましたけども、ドラムを叩いている関係上、棒状のものが好きで、きりたんぽ、そう、きりたんぽをよく振り回しておりますが、今日はきりたんぽは持ってきて、ないのね、ないんですね。はたはたも持ってきてないの。はたはたはそこにね、いるけどね。ありがとうございます。はたはたはもうそろそろおいしいよね、おいしいよね。あと、きりたんぽ鍋もそろそろシーズンだよね。ね、ということで、秋田に遊びに来てください。もうこのぐらいでいいですか。これぐらいでいい。じゃあボスから OK が出ましたので、このくらいで。はい、にゃじろうでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。にゃじろうとなぜかずっとステージにいる石田お兄さんでした。次はカパルです。カパルお兄さんがステージにいてくれるそうなんですけど、それは大丈夫なやつですかね。用意してる、うんうんうん、じゃあとりあえず僕袖にいます。袖にいます。必要になったら、必要になったら呼んでもらえます。そうですね。じゃあ分かりました。じゃあご紹介をしてさせていただきたいと思います。埼玉県は志木市から来てくれましたカパルです。お願いします。
うろうろしないの、みんなシャキッとしてもはい、でね、あとカパルね、お腹もそうだけど銀ちゃんじゃないから、でカパル後ろ向いて、はい、赤い甲羅、大きな赤い甲羅があります。でその下にちっちゃい尻尾がちょこんとついてます。これなんか触ると、あのどうやらご利益があっていいことがあるよとか言われてますけど、あのスタッフは、私はあの全然触ってもいいことないので、あの興味があったら皆さんちょっと触ってみてください。よろしくお願いします。何何、彼氏できないよって、それはお前さんの努力次第頑張れ。はい、であとカバルお腹はね、こんなメタボなんですけど、カパル体操ね、カパル体操やりたいけどね、あの無言の訴えを私してるんですけどちょっと皆さんご協力を、やっちゃう、カパルやっちゃう、歌ってください。1、2、3、ダウン。カパルカパル私も、キュウリ食べる顔、僕らの色紙大好き、僕たち笑えば友達、1、2、3、ダウン。そうさ勇気出して両手つなごう、1、2、3、ダウン。頭の上の皿やコーラを、 HD3 僕のトレードマーク、どこにいても話しかけて前を向いて歩いてゆくを、一緒にカッパルカッパル、ゴルゴしてハッチ、キュッ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 、食べる顔、僕らの色紙大好き。アリカパール、向かいアリカパール、石田洋介さん、アリカパール。はい、あの横で弾いてくれてる戸越銀次郎くん、なんか来ちゃったスパンキーとトッパの小太郎、ありがとうございました。皆さんカパルのことちょっと覚えていただけましたか。はい、覚えてくれたみたい。さあこんな感じでゆるい、ちょっとねゆるいピアルなんですけども、最後にちょっと写真を撮りたいな。ステージからカパル、いつも皆さんをバックに写真、記念写真撮らせていただいてるので撮ります、撮らせていただきます。じゃあみんなも来て、で、あの皆さんのネット上とかに写真、顔写りたくないよって人は、あの顔ちょっと隠してください。コタもおいでよ。パノラマで私撮りたいんですがいいです？あ、ちょっとパノラマで端から端まで撮ります。いきます。はい、ポーズ。皆さん顔そのままで、顔そのままね、動いちゃダメですよ。はい、OK です。以上です。カパルでした。ありがとうございました。はい、キャラクターの皆さんもありがとうございました。石田さんもありがとうございました。ありがとうございました。カパルでございました。それでは続きまして、またこちらも東京都から来てくれました、葉っぱの小太郎です。お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京都墨田区北十間川から来たカッパの小太郎です。はい、振る舞いキャンディーです。振る舞いアメちゃん、振る舞いアメちゃんです。どっから持ってきたんだそのアメ玉を。はい、小太郎のこと知らない方のために補足です。小太郎は東京スカイツリーの下を流れます北十間川という小さな川がありまして、そちらに住み着いた、小河童です。ただですね、今日小太郎くんはなんかこれをね、小太郎最近小太郎得意の手書きの紙芝居があるからこれをやるそうなんで、あんまり僕自信ないですけど、お
ぶん投げたね。じゃあ行くよ。はい、こんにちは、ワンダーランドです。東京都墨田区からやってきたカパの小太郎です。墨田区っていうのはスカイツリーがあるところです。小太郎はスカイツリーの下に住んでるんですよ。小太郎は小学2年生ですけど、 3×3 はサザン。一応笑うとこだったみたいですよ。メガネをかけて中二に変身したりするのです。 3×3 はすごい数字。コタローのスローガンは1に遊び、2に遊び、3種も遊びで5に遊び出す。だからみんなコタローと遊んで出すね。うふうふ、カッパのコタローを出した、毎日やってるからブログ見て出すよってことです。で、あのコタロー、石田さんがあそこにいるからコタロー V を歌ってもらおう。え、マイク入ってないですか、あれ。ずっと石田さん手ずっぱりなんですけど、はい、カッパの小太郎の歌もなんと石田兄さんが作ってくれてるんだよね。作ってます。はい、よいしょ。小太郎武器っていう歌がありまして、はい、それをまた、もう石田さん声ボロボロなんですけど、はい、CD そこでやってます。はい、よかったら買ってください。はい、行きましょう。秋田十軒川にワッシュは遊びにおいで、ワッシュはでかい釣りはきっと、ワッシュはそのうち登れるさ、ワッシュはきっと会えるよ、ワッシュはあいつに会えるよ、ワッシュは。あ、銀ちゃんも来た。十軒川に浮かんでいるよ。はい、みんなでダス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 コタロー、ダス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 コタロー、ダス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 コタロー、ダス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 コタロー、みんなでダスダスエビバディダスダスさん、はい、コタロー、ダス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 コタロー、ダス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 コタロー、ダスダスダス、もう一回、コタロー、ダス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 コタロー、ダスダスダスダスダス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 コタロー、ダスコタロー、ダス、ありがとう。石田洋介兄さん、銀ちゃん、ありがとうございました。僕たちは無理をしない。そっちか。そう、無理をしない。石田洋介さん、ちょっと声ガラガラですけど、すみません、ガラガラです。明日声出ますか。出ないです。知ってます、皆さん、来週羽生っすよ。頑張ろう。で、そこで歌うんでしょ。歌いますよ。なんとその後、式でも歌うんでしょ。歌いますよ。一週明けて、大田原でも歌うんでしょ。歌いますよ。すごいですね。もう多分石田さん、声もう多分出なくなってますね。出なくなってるね。最後、何も出なくなります。GCB のステージは、GCB のステージ続きますからね。そうです。よろしくお願いします。はい、皆さん、よかったら、あと、宣伝になっちゃいますけど、夏にやったパズルという DVD がコタロのブースで絶賛発売中ですので、石田洋介兄さんがガンガン歌ってますので、皆さんよかったら手に取ってみてください。サインは書いてくれると思いますので。以上、カッパのコタロでした。レイ、これブースに飾ってきます。はい、小太郎撤収。はい、ありがとうございました。カッパの小太郎とずっといる石田お兄さんでした。